諸村の恋放送へようこそ。諸村の恋放送へようこそ。ご視聴者の方は日照時間が随分長くなりましたが、皆さんの気温ではいかがですか？そうですね、気温は多少低くても日だまりにいますとなんとなくポカポカという感じがしますからね。はい、住所に通そうというのリスナーの方々からは避難案のお便りが次々と届いています。海を越えてくるので届くまでの時間もだいぶかかるようです。はい、その一年一年のお便りからリスナーの方々の熱い思い親しみが伝わってきて胸にじーっとくるものがありますね。ではその中の一部をご紹介しましょう。まず宮城県の千田光生さん、千田光生さんのお便りです。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。元日に金正恩第一書記によって読まれた新年の字は諸村の各部門の人々にとって今年一年の活動の指針となったことでしょう。また共和国に友好的に接する全ての国とも戦前協力関係を発展させていくと述べられていたことは諸村との友好を願う世界の多くの人々を喜ばせたことと思います。年末に徳藤さんのカレンダーをお送りいただきありがとうございました。季節によってさまざまな表情を見せる天地や高山植物の美しい写真を堪能できました。本年が皆様にとって素晴らしい年になりますことをお祈りいたします。今度は東京都の増田裕樹さん、増田裕樹さんのお便りです。705年2016年明けましておめでとうございます。私は職業柄年末年始も普段と相変わらず仕事でしたが、それは放送職業とする皆様と同じだと思います。またホームページを拝見しましたが、感染者アナウンサーも雪の中の収録お疲れ様でした。昨年末の12月30日、平安タイムズ及び提案する金正恩元帥の著作、朝鮮労働党中央委員会2013年3月総会での結論を受け取りました。ありがとうございました。この著作において元帥は、経済建設と核武力建設の並進路線の貫徹について述べられています。ソ連、東欧社会主義諸国が消滅し東西冷戦が終結するとアメリカ帝国主義はアフガニスタン、イラク、リビアを崩壊させ現在はシリアを崩壊させようとしています。社会主義諸国というブレーキを失い歯止めが効かなくなった金融資本主義は露骨な侵略性、反人間性を発揮しています。日本においても格差が広がり、日本国民は将来への希望が持てません。増田裕樹さんのお便りの続きです。アメリカ帝国主義と直接対峙しながらも、その圧力を跳ね返し、殺伐と建設と革命に励む英雄的な朝鮮人民に深い敬意を表するとともに、人民大衆中心の諸地の国、朝鮮のますますの発展をお祈りいたします。敬愛する金正恩元帥におかれましてもお若いとはいえ国家建設と人民指導の定石を見ながら様々な苦労があるかと存じます。共和国の発展は世界平和への希望です。朝鮮革命を勝利へと導く敬愛する金正恩元帥のご健康をお祈りいたします。日本では朝鮮のことはよく知られていませんから朝鮮の国放送の使命はとても重要ですね。これからも諸村の声に耳を傾けていきます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。金正恩元帥の新年の字に示された課題実行のため奮起した諸村人民を大いに励ましてくれるお便りですね。はい、諸村人民は世界の人々の希望である人民大衆中心の諸村式社会主義の発展のために勢いよく進んでいくでしょう。リスナーの皆さん、これからも朝鮮人民を励ます内容のお便りをどしどしお送りくださるようお願いします。さて、新潟県の三好達夫さん、福岡県の船越康夫さん一家からも心のこもる年賀状が届きました。さらに群馬県の鈴木義一さん、鈴木義一さんから寄せられたお便り2通を読んでみましょう。
諸村の声放送日本語科の皆様、新年明けましておめでとうございます。無事73歳の誕生日を迎えることができました。これも諸村の声放送スタッフの皆様の応援と励ましのおかげです。共和国の今年最大の行事は第7回党大会の開催です。若き指導者に導かれ、さらなる発展の年となるための記念の年となることでしょう。1962年に作られた栄えよ祖国を懐かしく聞きました。私が帰局を聞き始めたのが1959年。1960年代は日本語放送の時間も短く、歌の番組も少なかったですが、古い歌を聞くと懐かしく感じます。はい、鈴木さんの次のお便りです。本日のニュースで敬愛する金正恩元帥が放射撃競技を見たことを詳しく伝えておりました。新年早々、軍は放射撃競技を見たことは代々引き継がれてきた戦軍革命思想をこれからも推進していくということを新年にあたって再度軍人や人民に決意を表明したことと理解しております。新年の辞で述べられた多くの目標達成が第7回労働党大会成功の鍵でもありますね。放送時間の中で音楽の占める時間が多いので、管弦楽、吹奏楽などの時間も長い曲を楽しむことができ、音楽ファンには嬉しい番組編成です。音楽に対して好き嫌いがある人もおられるのではないかと気がかりもありますが、私が帰局を聴き始めた1960年の歌をリクエストします。スタッフの皆が、リスナーの皆さんが鈴木義和さんのように、今年も朝鮮人民の奮闘ぶりや朝鮮音楽に耳を傾け、情緒豊かな美しい生活を築いていくものと信じております。また皆さんがお健やかであるよう心からお祈りする次第です。朝鮮の声放送は、皆さんの真心をいつも胸に放送に頑張ったものでしょう。それでは、リスナーの皆さん、次のこの時間をまたお会いしましょう。伝承列技分野の図。伝承列技分野の図は1395年に編纂された天文図です。この天文図は国女高句麗の摂国天文図を原稿したものです。国女は紀元前277年から紀元668年まで存続した朝鮮初の封建国家です。キム・イルソン総合大学歴史学部の教師リー・ジョンチョルさんの話です。村上より차분야지도는당시로서는天正列義分野の図は当時としては最も科学的で精密な天文図でした。ここでは国古時代のものとは違って星座のずれが見られ、新しい観測資料に基づいて天文図の星座を 12.5 度修正しました。天文図にはまた古古時代に作られた静粛図に新たな修正を加えるようになった経緯や、その根拠を明らかにした文字をはじめ、簡単な解説文は静粛図の縁に刻まれています。天正列義分野の図は、当時の天文観測者たちが毎日太陽と月の出没の方向と位置を観察して、全ての星座を確かめるのに大いに役立ちました。天正列義分野の図は、中世と漢の天文学の発展水準を見せる尊い文化遺産の一つとして、天文学の歴史の研究で価値ある資料となっています。天正列義分野の図についてお話ししました。